The world the greatest in you. はい、どうも、カッパ園長です。まあ、ディガーニュースっちゃディガーニュースだけども、まあ、メインはこの奥さんのこのマコさんの方なんですよね。うん。内容的には別にどうってことないんですけども。うん。それは買い物ぐらい行くだろうっていうね。いや、買い物ぐらい行きますよ。ね。それもダメだとは、そんなことは言わないですけど。なことは言わないんですけど、でもそのお金は税金ですよね、ぐらいのことは言いますけど。なんか、この、うん、ファッション的な、うん、いや、そんな格好がどうとかどうでもいいんだけど、うん、とりあえず仕事しろよと。結局それか。結局それだ。うん。まあ、試験も終わったからね、うん、なんかこののんびりしてんだって、のんびり妊活中でしょ、どうせな。うん。で、小室圭さんの奥さん、真子さんが、7円エコバッグって書いてあるけど、何なの7円エコバッグって、このオレンジ色のやつ、7円エコバッグってよく意味がよくわかんないな。あと5000円の、最初、5000円のロレックス、なんだそれはみたいなの。でもクロックス、要はこの、なんていうの、この履いてるサンダルですかね。これをなんか、赤コーデがおしゃれみたいなこと書かれてるんですけども。頼むから、自立して、この自活してもらっていいですかね、2人して。うん、これいつまでなんか税金このぶら下がったさ、ね、うん、なんちゃってこの税金セレブやらせ続けんの、うん、いつも思うけど、こんななんかぬるい生地飛ばされてもさ、あ、そうな、あ、多分ね、このイメージ戦略的なのはなんとなくわかるんですよ。パッと見ほら、なんかすげえこの派手なさ、うん、なんていうのかな。例えば、ほら、僕あの、六本木に住まわしてもらってるじゃないですか。住まわしてもらってるんですけども。ほとんど外出ないですけども、たまにこの、まあ、コロナ前ですかね。うん、コロナ前は特に、ね、もう六本木っていう街がいかにこのいかがわしい街かっていうのは、最初引っ越してくる前知らなかったから、ね、で、このなんとなくこのコンビニに行くとか、特にどうってことない用事で、うん、まあ、どっかなんかこう飯食いに行くとか、うん、っていう感じでこの普通に外出るじゃないですか。そうすると、まあ、いるんですよ。なんかもう全身ビトンとかさ全身グッチみたいな、なんかもうあれ、この人はあの宣伝広告インフルエンサーかなんかの人なのかなみたいな。で、このショッパーをさ、この両手になんか3つぐらいずつこの抱えてさ、ね、でそんな人がなんでこの歩いて帰るのかなってちょっと不思議で、なんかこうプって感じだったんですけども、まあいいんですけども、っていうんじゃなくて、なんとなくこのパッと見、このね、このディガーさんもね、このマコさんも、まあ、質素な感じではあるじゃないですか。パッと見ですよ。ね。実際わかんないです。うん。まあ、なんとなくこのシャツ着て、なんかのエコバッグ肩からかけて、ね。うん。なんかサンダル履いている。うん。別にいいんですけども、まあ、多分この質素に、ね、細々と、ね。うん。やってるんですよ。ね。ロイヤルセレブなんてとんでもないですよ。そんな生活してないんですけど、みたいな。多分そういうこの印象操作的な、そういう狙いはなんとなくわかるんですけども、うん。いや、そういう問題じゃねえんだよな。うん。そもそもね、うん。税金なかったら、ね、お前らそこで暮らしてられねえだろ、仕事もしねえで。っていう、それじゃないですか。まあいいや、そんなね、なんかこの、秋篠宮発信宮内庁経由、日本のマスコミ使った、まあ世論誘導の一つじゃないですか。うん。ぬるい世論誘導ですけども。今更こんなもん見てね。うん。ただね、一部成功してる部分もあると思うんですよ。まあ僕のこの動画、チャンネル動画のこのコメントもそうだし、あとこの、なんだろうな、このガルちゃんとか、なんかしらこの、ディガーニュースの、そのニュース自体の、この、だからヤフコメみたいなところですよね。うん。なんか見させてもらうと、やっぱりもう、なんていうのかな、この二人を応援するコメントはさすがにそうそうないですけども、もうほっとけよと、いいじゃんかよと、っていう声は、多分ね、日に日に増えてきてるような気がするんですよね。うん。もちろん、けしからんっていう声の方が、まだ強いような気はするんですけども、でもこれ、時間の問題かな？やっぱりほら、人って、やっぱり飽きるじゃないですか。飽きるというか、なんだろう。じゃ例えば、ね、税金でね、このニューヨークでね、うん、もう湯水のごとく使って、ね、このなんちゃってこのセレブ生活をこの二人が送ってる、ね、まあ、かな、三人目家族が、ね、子供ができて、ね、母ちゃんも合流して、ね、四人とも、日本の税金でこの食わせ続ける、まあ、ニューヨークなのか、ね、まあ、カナダに移動するのか知らないですけども。
っていう状況がね、まあ5年後も10年後もまあ続いていたとしても、まあ多分このジャンルはまあ存在し続けて、ね、けしからんって声上げる人もいつつも、まあもちろんいて、だけども、だん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 ね、うん、時間が経つにつれ、まあ風化はしないかもしれないですけども、なんかもういいじゃん派、ね、もうほっといたれよ派っていうのは、だんだん増えていくような気はしますよね。うん。で、ぶっちゃけだってこいつらがね、この税金でこのなんか生活してても、正直日本国民一人一人のこの生活には、特になんか支障とかって出てるわけじゃないじゃないですか。ね。いいんじゃねえの、暇だな、みたいな。むしろ。まあ僕みたいにこのけしからんってこの批判する側のスタンスの人を見て、ね、暇なんだな、みたいな感じで捉える人が、だん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 増えてきてると思うんですよ。うん。そうだな、この批判の声がピークだったのは多分結婚会見ぐらいの、あの辺じゃないのかなって、この単価切ってさ、ね、うん、誹謗中傷、デマを元にした誹謗中傷だ、つって、ね、うん。あったじゃないですか。このニューヨークに、ね、この、もう渡米する直前のあれですよ。うん。あれからだん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 やっぱりこのトーンダウンじゃないですけども、うん。まあ他にもっとね、この興味深いニュースなんて確かにいくらでもあるし、うん。まあ、だからってね、でも僕はまあ、このチャンネルのこの動画のネタとして使わせてもらっているっていう側面はもちろんあるんですけども、うん。まあ、それとは別にね、これおかしいもんはおかしいと思うし、ね、ダメなもんはダメだと思うし、うん。ね、僕みたいなこのチャンネル動画で何か言ったところで、何か状況が変わるかったら変わんないのも分かってはいるんですけれども、うん。まあ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 、いいじゃん。ね、二人でも三人でも四人でも、ね。税金でさ、一応ほら、元皇族で、しかもその旦那なんだから、ね、うん、弁護士試験ぐらい、ね、4回目でも5回目でも好きなだけ、ね、うん、もう本人がもういいやっていうまで受けさせてあげればいいじゃんな、みたいな。うん、これっぽっちもそんな風に思わないんで。うん、ね、いつかもう天罰てきめん、ね、もうそんな風に思ってますけども。まあ、ただまあ、そのね、日本社会というか、日本のこの世論的には、世の中的には、うん、そこまでもうなんかこの厳しい目を向ける人があんまいなくなってきてはいる、うん、この肌感覚って言ったらなんかあれですけども、まあそんな気がしますよね。うん。でもね、普通に考えておかしくないですか？だって、うん。なんか仕事もせず、ね、ニューヨークで、ね、なんだかんだ家賃結局100万ぐらいの部屋だっていう話もあったじゃないですか。ね、うん。日本に帰ってくるとか帰ってこないとか、うん、なんだかんだ言いながらね、だってもう11、12、12、13、4、5、6、7でこのもう10ヶ月目か、うん、ね、新婚旅行じゃん、税金で新婚旅行じゃん、うん、だって仕事もね、まともに仕事もしてない、この明らかにこの収入を上回るね、うん、分相応な、ね、生活をさせてもらってるわけでしょ、うん、なんかこの外交機密費みたいな、ね、思いっきりこのごまかしながら、ちょろまかしながら、うん、どう考えたっておかしいじゃん関係ねえからもういいじゃんみたいな、もう飽きたみたいな、ね、言ったって変わんないからって、それはわかるんですけども、ね、言ったって変わんないのは確かにそう、ね、うん、でもほっといていいもんでもないと思うんですよね、うん、だからまあそのね、この自民党、ね、この統一自民党の話なんかもそうですよ。ね、岸田統一内閣の話なんかもそうですよ。ね、僕みたいな一般素人が、ね、そんなこの YouTube あたりでね、ギャンギャギャンギャン何を言ったところで、なんも変わんないです。うん、そんなのはわかってるんで。ね、ただ違うもんは違うと思うし、ダメなもんはダメだと思うし、うん。っていうことだけです。うん。だからまあ、なんだろうな。うん。まあ、見てる人も含めて、ね、世の中の人がどう思ってるかっていうのは、それはわかりませんし。ね。それをなんかこのひっくり返して変えようなんていう気持ちも僕も全然ないっす。うん。ね。あくまでもこの僕が思うところを言ってるだけで。うん。まあ、良ければ、なんかこの、ね、うん。あ、知らなかったんだ。ね。いや、それはなんか納得いかねえなって。なんかそういうこの思い直す、改める、なんかきっかけになるようなことがあれば、まあ、そうなったらそうなったでいいなぐらいには思いますけども、うん、まあだからね、うん、もう未来永劫ね、うん、ロイヤルチート、ロイヤルキャッシング三昧、そんなん許していいわけないでしょ、ね、うん、みんな仕事して、ね、このコロナ禍でもね、この這いつくばってかじりついて仕事して、ね、それで稼いだお金でこの飯食って、ね、うん、
冗談じゃねえよって思う人がね、うん、だん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 減っていくっていうのが、へーって感じですよね。ある種こうお花畑なところって、これもう日本国民のこの気質なのかもしれないよね、うん、僕は、私は、俺は、うちは関係ねえやってのがやっぱりこの、うん、多いんでしょうね、どっか、うん、だからまあなんかこのつけ込まれるんだろうしね、うん、一方的にこの吸い上げられてもなんかこうふーんっていう感じなのかも、しょうがない、しょうがなくはないと思うんだけども、ね、気づいた時にはね、どやれえことになっててもね、もうなんかその時には遅いんですけどもね、うん、まあそうならなければいいなとは思いますが、うん、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。